2008年北京オリンピックのウェイトリフティング競技は北京航空公天大学体育館で2008年8月9日から8月19日までの競技日程で実施された。前回のアテネオリンピックと同様に男子は全8階級、女子は全7階級で争われる。参加枠は2006年と2007年の世界選手権の結果及び、 各大陸予選とランキングポイントから各国及び地域に分配され、このうち1カ国、または地域から1つの階級に最大に選手エントリーすることができ、男子は最大で計6選手まで女子は最大で計4選手まで派遣することができる。国際重量を上げる m は2016年8月24日、北京五輪で採取した検体を、 国際オリンピック委員会が再検査した結果、金メダルを獲得した中国の女子3選手、75キロ級の総来、48キロ級の陳賞かすみ、69キロ級のリュウハルクレナイを含む男女メダリストら計15人がドーピングの陽性反応を示したと発表し、メダルは剥奪された。8月13日に行われた男子77キログラム級の競技の最中に、 ハンガリーのヤーノス・バラニャイが 148kg のバーベルを持ち上げた瞬間、右腕が逆方向に曲がり、手から離れたバーベルが後頭部を直撃した。骨折はなかったが、競技続行は不可能となった。なお、バラニャイは同競技における唯一のハンガリーの選手だった。ありがとうございます。